今日もまたストラーダさんのお弁当を食べたいと思います。ストラーダに買ってきた竹天と竹天弁当とハンバーグトッピングしました。さてどんな味、ハンバーグは知ってるけど、でもマヨネーズがかかってないからちょっと味違うかな。竹天はこんな感じ、なんか謎のソースをかけていたって言ってたけど、どんなんだろう、こんな感じ。いただきます。めんつゆみたいな、なんて言うんだろう、やっぱりめんつゆがかかってる感じ、うん、ハンバーグいきます。結構ねこんもりして大きいんだよね。うん、やっぱり多分レンコンが入ってるのかな。美味しい。まきちゃんは、うん、マヨネーズがかかってない方が好きかも。ご飯が足らなかった感があり。ごちそうさまでした。美味しかったです。